車両基地。車両基地は、鉄道車両の大白、整備や列車の蘇生等を行う施設である。車両基地の名称は、JR では、電車区あるいは、機関区などと呼ばれることが多く、他の鉄道事業者では、検車区と呼ばれることが多い。その他にも、役割や規模の違いで、機関区、運転所、車庫などと呼ばれるものもあり、鉄道事業者によっても名称は異なる。 日本国有鉄道、国鉄時代には客、客区、貨車、その双方を受け持つ、客貨車が、日本各地に置かれており、非電化区間の無煙化促進拠点では、機動尺も新設された。国土交通省が定めた、鉄道に関する、技術上の基準を定める省令によれば、もっぱら車両の収容を行うために使用される場所を、車庫といい。 もっぱら車両の入れ替えまたは列車の蘇生を行うために使用される場を操車場というと規定されている。さらに車庫には車両検査修繕施設として十分なものを有することとしている。したがって電車区や検車区などと呼ばれている施設は車庫と操車場の機能を合わせ持ったものということができる。また JR の場合車両工場を実車で運営しているがこれは 車庫の位置形態とみなされる。また、東日本旅客鉄道、JR 東日本では、2004年度に一部の電車区、運転所などを車両センターに名称変更している。車両基地が近くにあり、車両の運用上その出入り口となる駅のことを、車両基地所在駅あるいは車庫所在駅と称する。車両基地所在駅に該当する駅からは、列車の入出港を兼ねて、 始発、終着列車が大量に設定されることがある。自社線内に場所を確保できない場合等に、車両基地を、相互乗り入れ先の路線内に設けることもある。例、東京地下鉄日比谷線、半蔵門線、大阪市高速電気軌動さ回筋線。これを俗に植民地車庫と呼ぶことがある。また、自社の車両基地が諸事情によりない場合に、乗り入れ先、等、 他社の車両基地を曲がりする場合がある。本線から離れた場所に設置された車両基地は本線と専用の引っ込め線で結ばれている。これを車庫線とも言う。車庫線は本来旅客路線としての営業するためのものではないが延長距離の長い車庫線については沿線住民の要望で旅客営業を行っているケースがある。例、博多南線、地下鉄千代田支線など。 他の例は、車庫線を旅客営業している区間を参照。また、鉄道の日などに行われる車両基地の一般公開では、最寄り駅からシャトル列車が運転されるケースもある。以下の名称は一例である。鉄道事業者によっては、以下と異なる名称を用いている場合もある。車両を留置するための施設で、車両研修基地や動力車乗務員基地の機能はなく、 夜間退泊などに使うことが多い。一般の旅客を対象とした案内放送などでは、便宜上これらも車庫と表現される場合が多い。JR 東日本では2004年から体制及び設備を見直し車両管理業務を統合する保全一元化を進め、工場、総合車両所を総合車両センターに、車両研修基地を車両センターと順次解消してる。 車両研修基地及び動力車乗務員基地の両方の機能を持つ区所は対象となっていない。検査項目についての詳細は日本の鉄道車両検査を参照。車両基地の設置場所は路線の構造や輸送需要、車両運用の都合などを考慮して決定される。おおむね路線の起点や終点、輸送需要に大きな段差のできる。 駅付近に設けることが望ましいが、広大な土地が必要で都市部での新規立地が難しいこと、基地が建設されてからの長い間に輸送需要が変化していることなどから、必ずしも最適な配置になっているとは限らない。蒸気機関車時代には、路線に沿って、おおむね 100km 前後の間隔で、機関区が配置されていた。これは、蒸気機関車には、 頻繁に燃料と水の補給や点検が必要で、長距離列車でも機関車を途中の駅で交換しながら運転していたためである。このため機関車の運用と客車、貨車の運用は独立しており、車両基地も機関車用と客貨車用で区別されていた。蒸気機関車が電気機関車やディーゼル機関車に置き換えられて、また動力分散方式の列車が運行されるように、 なると、機関区を多数配置する必要性は薄れて、統配合により間隔が拡大された。また、旅客者と動力者を区別して、車両基地に配置する必要もなくなったため、同一の車両基地に混在して配置される傾向となっている。小規模な鉄道の場合は、車両基地を運用の拠点にすることが多く、基地基準のダイヤが組まれているが、大規模な鉄道では、 基地以外の大きな駅を拠点にする路線が多い。全都道府県で唯一山梨県には、支所、発出所を含め車両基地が存在しない。山梨県内で完結している富士急行線は工場及び電流線のみである。車両基地の主な役目である車両の留置、清掃、整備のために、以下の設備が設けられていることが多い。 また東京メトロ、丸の内線中野坂上駅中野富士見町駅間、路線は、法南町駅まで、や大阪市高速電気軌道御堂筋線安彦駅から、新金岡駅間、路線は中、もず駅まで、は、車庫を確保するために敷いた路線、これも一種の車庫線である。路線バスにもこれらと同様の形態として、京都市 A バス205号系統がある。 九条車子前を起点とし、京都駅、河原町通り、北大路通、西、王子通、七条通りを左回りで循環し、京都駅に戻り、九条車子前を終点とする系統と、同じく九条車子前を起点とし、京都駅、七条通り、西、王子通、北大路通、河原町通りを右回りで循環して、京都駅に戻り、九条車子前を終点とする系統の路線である。 京都市営バスの他の循環系統と異なり、終日循環区間外の急乗車庫を左回り、右回りとも、始発、終点とし、京都駅から循環形態となるラケット状の運行をなっている。京都駅から急乗車区間は、循環区間とは著しく乗客数が少ないため、実質階層バスを旅客化している状態である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。